今シーズンルーキー年から活躍する選手が続出しました。たくさんのドラマを作ってきたプロ野球ドラフト会議が今年もいよいよ10月26日に開催されます。昨年ドラフト4位で入団した門脇誠が長年ショートを務めた坂本勇人の代わりを務め、ようやく巨人のショート後継者問題が解決されようとしています。他球団を見てみますと、阪神もドラフト1位の森下翔太が本塁打10本を放ち優勝に貢献。楽天のドラフト3位渡辺翔太投手はリリーフで47試合8勝3敗23ホールド1セーブ防御率 1.39。 同じく楽天ドラフト1位の庄司恒成も18試合4勝3敗防御率 3.35、 共にチームの後半戦の躍進に貢献しています。ソフトバンク2位の大津亮介も44試合2勝0敗12ホールド防御率 2.54 の活躍。今年はどのような選手がプロ野球界にデビューするのでしょうか。そのドラフト会議、12球団の1位指名選手を予想していきます。12球団ドラフト1位予想。中日、常廣隼人投手、青山学院大学。今季も不調だった中日ドラゴンズは青山学院大学の常廣隼人を指名すると予想します。常廣は身長180センチの最速155キロを誇るプロ注目の右腕。中日のスカウト陣も1位指名の12人に入ってくると高評価しています。中日のネックは深刻な得点力不足なので野手を指名するのではないかとも言われていますが、今年のドラフトは豊作な大卒投手に票が集まることが予想されます。1位でしっかり即戦力が期待できる常廣を獲得、最下位ということで指名順も有利な2巡目、1巡目は強気に行くと予想します。外れた場合は外れ1位で強打の野手を指名すると予想します。広陵の真鍋や明治大の上田、エネオスの渡来が残っていたら理想的なドラフトになりそうです。北海道日本ハム、佐々木麟太郎投手、花巻東高校。同じく今季最下位が確定した日本ハムは花巻東の佐々木麟太郎を指名するのではないでしょうか。184センチで通算140発を誇る言わずもがなの大注目の左の大型スラッガーです。日ハムといえばこれまでも甲子園のスターを獲得する傾向にあり、今年もスカウトのコメントを聞くと佐々木は1位候補に上がっています。しかし佐々木は渡米し現地を視察、留学する可能性が浮上しており、プロに進むかは不透明です。日本ハムは高卒新人だったダルビッシュ有、大谷翔平を世界レベルの選手に育て上げた育成力には定評がありますが、今回はどうでしょうか。佐々木が進学の場合には東洋大の細野晴希を指名すると予想します。来季も新庄監督が続投することが正式に決定。来年も今年のような成績であればユニフォームを脱ぐと不退転の決意を語りました。8月のスカウト会議では大学生の投手は一番信頼できるエリアと語っており、大卒投手の可能性が高いです。そのため細野を指名すると予想します。常廣と悩みますが、18歳で最速156キロを記録している台湾のエース右腕ソン・イーライを獲得し、日本ハム投手陣には右腕が多い傾向です。そこで左のパワーピッチャーである細野を指名するのではないでしょうか。東京ヤクルト、常廣隼人投手、青山学院大学。ヤクルトスワローズは青山学院大学の常廣隼人を指名すると予想します。常廣は身長180センチの最速155キロを誇るプロ注目の右腕。常時145キロ前後から150キロ前後のかなり伸びのあるストレートと鋭く落ちるフォークが持ち味で、楽天の騎士のような投手です。2021-2022と連覇を果たしたヤクルトですが、今季は5位と低迷。弱点としては12球団最低の防御率 3.70 という点です。
野手の層が薄いなどの課題もありますが、大卒投手の豊作さを考えると1位で大卒投手を指名するのではないでしょうか。特に先発防御率は 3.98 とリーグでもダントツで壊滅状態。後ろには絶対的な田口がいて、木澤、清水といるため計算できる先発を獲得するのが急務と言えます。昨年のように1位で常廣を取り、下位で野手の層を上げていくドラフトになるのではないでしょうか。埼玉西武、佐々木麟太郎、内野手、花巻東高校。西武ライオンズは佐々木麟太郎を指名すると予想します。5位に低迷している西武は、なんといっても FA での流出などの影響で深刻な得点力不足に悩まされています。チーム打率はパリーグ5位の2割3分4厘、本塁打は87で最下位、 OPS も最下位の638と深刻な状態。山賊打線とはどこに行ったのか見る影もありません。そこで高卒のスターでもあり、通算140発を誇る長距離砲の佐々木麟太郎を指名するのではないでしょうか。実際に西武の1位候補にも浮上しているようです。しかし佐々木は海外留学の噂もあるため、万が一指名が難しい場合は明治大の上田に行くでしょう。上田は身長183センチでファースト、サード、外野を守れる左の強打者です。ゆったりとした構えから鋭いスイングで逆方向にも一発が放てる長打力の持ち主。歴代16位の62打点も挙げており、チャンスにもかなり強いことがわかります。投手は非常にいい調子ですが、 KBB は 1.98 でリーグ最下位の数字になっており、上振れている可能性が高く安心できません。増田達志も安定感がなく、各年で抑えたり打たれたりしていて、さらに来年36歳。平井克則も今オフ FA 権を行使する可能性があり、去就は流動的。来年は金属疲労が心配されるシーズンでもあります。2位以降で投手をしっかり獲得するでしょう。読売、細野晴樹、投手、東洋大。屈辱の3年連続 B クラスが決定し、チームの強化が急務となっている巨人は、東洋大の細野晴樹を指名すると予想します。細野は身長180センチの最速158キロを誇る大型左腕です。スライダーやカット、スプリットなどの変化球を持ち、ストレートは常時140キロ中盤から後半を記録しています。また大学で球速を18キロもアップするなど伸びしろもあり、大きなロマンが感じられます。巨人は門脇の大活躍と坂本サードコンバート、秋広や浅野らの若手が台頭、そして萩尾も昨年指名しました。9月の勝負どころでタイムリーが出なかった問題は相変わらずありますが、一発で試合をひっくり返す力がある打線はある程度見られる状態です。投手陣が大問題で、一時期の中継ぎ陣は悲惨な状態にありました。救援防御率は12球団最低の 3.83 とひどい数字で、今年のドラフトは間違いなく即戦力投手を指名するでしょう。左のパワーピッチャーでリリーフも見据えての指名であれば、かなりいい選手ではないでしょうか。スカウト陣のコメントからも、驚いた、プロでも158キロを投げる左の投手はなかなかいないと評価も高いので、細野を指名すると予想します。東北楽天、佐々木麟太郎、内野手、花巻東。後半戦で調子を上げた楽天は、花巻東の佐々木麟太郎を指名すると予想します。ポジション別の年齢分布を見ると、即戦力内野手が欲しく、リーグ最下位の防御率という課題があるため投手も欲しい。しかし今年は佐々木麟太郎という東北のスターがおり、昨年投手中心のドラフトを行っています。そのため今年は話題性的にも長距離砲という意味でも佐々木麟太郎を指名するのではないでしょうか。
しかし佐々木麟太郎は渡米しており、アメリカ留学の噂があります。そうなった場合は中央大の西舘雄飛を指名すると予想します。西舘は身長183センチの最速155キロを誇る右腕です。常時140キロ前半から後半で伸びのあるストレートと、120キロ台の沈むチェンジアップ、100キロ前後のカーブなど緩急などもうまく使いながら制球力のあるピッチャーです。スカウト陣も秋次第で入札もあるかもしれないと高評価をしているため、1位指名も十分にあるでしょう。横浜 DeNA 上田久斗、内野手、明治大学。今年3位となった DeNA は明治大学の上田久斗を指名すると予想します。上田は身長183センチでファースト、サード、外野を守れる左の強打者です。ゆったりとした構えから鋭いスイングで逆方向にも一発が放てる長打力の持ち主、歴代16位の62打点を挙げており、チャンスに強いことがわかります。横浜は野手が不足しており補強が必須です。投手は中心選手が30手前の選手が多いので、ここでは上位で野手を獲得するのではないでしょうか。サードの宮崎も今年で35歳になり、いつまでもフル出場で頼っているばかりにはいきません。しかし代わりに出てくるのが林拓磨や柴田という状況で物足りません。上田は例年であれば競合必至ですが、大卒投手が豊富で票が分散するため単独も十分にありえます。ファースト、サード、外野が守れる左のスラッガーということでピンポイントではないでしょうか。上位で取りたい野手が数えるほどなので、1位で確実に上田を取り、2位以降で投手を取ると予想します。福岡ソフトバンク、竹内夏樹、投手、国学院大。ホークスに関してはスカウト陣が上位候補の選手について言及していなく、予想が難しいでしょう。そんな中ソフトバンクは国学院大の竹内夏樹を指名すると予想します。185センチで最速153キロを誇る長身左腕で、タイミングの取りづらいフォームが特徴です。近年のドラ1ではファンでもそこに行くのといった予想外な選手を指名する傾向にありますが、今年はがっちりと即戦力投手を指名するのではないでしょうか。先発ローテーションの左腕が和田毅と大関智久しかおらず、高齢化が進んでいますし枚数が足りないです。また先発防御率もリーグ最下位で補強が必至です。竹内はかなりのホークスファンで福岡出身、ソフトバンク3軍戦で3回7奪三振の好投も見せています。抜群の制球力を持っていて即戦力が望めるため、ピンポイントではないでしょうか。とはいえ野手のプロスペクトもかなり少ないです。ホークスといえば一時期は選手の宝庫でした。スアレス、カジヤ、大竹耕太郎などダイヤの原石を放出して他球団で活躍しています。一体どうしたのでしょうか。広島東洋、常廣隼人、投手、青山学院大学。事前評価を覆し今年 A クラス入りした広島カープは中央大学の常廣隼人を指名すると予想します。常廣は身長180センチの最速155キロを誇るプロ注目の右腕。直近のスカウト陣のコメントでもチームの何本柱というピッチャーになれると評価しています。また日本選手権前の関東スカウトインタビューでは常廣の名前を一番に出していました。このことから広島スカウト陣はかなり注目していることがわかります。カープの先発防御率は 3.22、 救援防御率は 3.16 とどちらもリーグ4位。カープを長らく支えてきた大瀬良が32歳で防御率 3.60 と現在不調に陥っており、栗も同じく32歳、30手前の床田や森下という絶対的柱がいますが、全体的に層の薄さが拭えません。しかし野手のプロスペクトも少ない現状です。
1位でしっかりと即戦力の投手を獲得し、そこから残った野手を指名していくドラフトになるのではないでしょうか。千葉ロッテ、渡来隆起、外野手、エネオス。前半戦は躍進しましたが、後半戦はずるずる交代した千葉ロッテ。エネオスの渡来隆起に行くと予想します。渡来は183センチの外野セカンドを守れる左の好打者です。高校通算24本塁打、公式戦通算打率4割1分9厘で活躍しており、プロ志望届を提出するも指名漏れを経験したこともあります。平田徹監督からは天才的とまで言われるほどの打撃センスを持っており、パンチ力にも定評があります。ロッテは藤原恭太、安田尚憲といった今打線の核になっていなくてはならない選手がある程度活躍はしていますが、中心選手とは言えずかなり厳しい現状。そのため佐々木麟太郎などの高卒野手ではなく大卒野手、あるいは投手に行くでしょう。そして外野手の高部明人が怪我明けで来年計算しづらく、荻野が38歳で代わりが欲しいといったところで渡来に行くのではないでしょうか。しかし救援防御率はリーグ最低の 3.47、 1位で渡来を獲得し、2巡目からは豊作である大卒投手の獲得に動きそうです。阪神、前田悠吾、投手、大阪桐蔭高校。18年ぶりの優勝を果たした阪神は大阪桐蔭の前田悠吾を指名すると予想します。前田は180センチで最速148キロを投げる左腕です。なんといっても抜群の安定感を誇ることが特徴で、テンポよく内外に投げ分けます。阪神は近年大卒で即戦力の選手を獲得する傾向にありました。しかし岡田監督に代わり高卒選手のスタメンが少ないことから、高校生選手の育成に力を入れるという意思があるようです。同じ関西である桐蔭で将来性があると見れば前田に行くのではないでしょうか。また同じ高卒といえば佐々木という大砲がおり、そちらに行くのではないかという意見もあるでしょう。信憑性は疑問ですが、甲子園大砲ビッグ3回避という噂も出ているため、佐々木麟太郎などの注目度の高い野手は回避する可能性があるようです。また今年のドラフトは大卒社会人に票が集まると予想されるので、前田であれば一本釣りも十分に望めるでしょう。2巡目以降では即戦力投手と高校生野手を獲得するのではないでしょうか。オリックス、真鍋啓太、内野手、広陵高校。オリックスは広陵の真鍋啓太を指名すると予想します。189センチと長身のファーストで、高校通算62発を誇る左の強打者です。150キロを超えるスイングスピードで広陵のボンズという異名でも知られています。オリックスの編成副部長からのコメントが真鍋だけ非常に多く、真鍋が一番いい、将来球史に名を刻む選手になると評価が高いことがうかがえます。球史に名を刻む選手とまで言われると、1位指名は真鍋になるのではないかとしか言えません。大卒に票が集まると想定されるので、2巡目でも獲得できそうですが、パリーグ1位ということで指名順的に残っていない可能性もあります。ポジション別の年齢分布を見ると、やはりファースト、サードともに左打ちのプロスペクトが不足していることがわかります。外野からファーストにコンバートした北選手はいますが、やはりオリックスのスカウト陣の評価を見ると真鍋にはかなり期待している様子。昨年も2位でロマン・ホー、内藤・ホーを指名しています。主軸を担う未来の長距離砲が欲しいと考えられます。1位で真鍋を指名し中軸候補を獲得、残りで手堅く投手を取るのではないでしょうか。以上、各球団のドラフト1位を検証してみましたが、いかがでしたでしょうか。あなたのご意見や予想がありましたらコメント欄で教えてくださいね。
この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。